ゲストに買ってもらうシリーズ。はい、勝手に本人急遽今日来る予定になった僕が企画します。大吾さんに買ってもらおう企画です。果たして大吾さん買ってくれるのか。くれないです。終わり。僕はそこまで、そこまで、いやちょっと言い方悪かったらこれやばいな。そこまでなんだ。買ってくれる。ボトルの器じゃないじゃない。やばい。それはやばい。間違った。あ、やばい。これマジでカットっすね。値段が値段なんで、さすがの大吾さんでも買ってく無理なんじゃないかなと思うんですけど。いやでも、今日出てくれる人とか僕の分とみんなの分多分一気に。やってくれます。男気で。いやでも本当に大吾さんに僕買えませんって言ってます今日。僕とヒロム君は本当にお金ないんで買えませんって言ってますけど、今日はエキストラとして来てほしいということだったんで、盛り上げ役として今回招集されました。あ、来たの合わせ屋さん。ちょっと本当に器ちっちゃいってカットっすからね、マジで。これはで、大吾さんはいつも遅いです、来るの。もう4時になるっすもんね。あと1分。あと1分で来なかったら相当みんなあれだな。あれまだ来てない。大吾さん来てないっすね。ひろむくんは、ひろむくんはさっきあっち、あ、今来てる。馬場選手初じゃないですか。何が大吾さん、西大吾チューブ。いや、キャンプで何回か出てる。あるか。いや、じゃあ、メインは。あ、俺がメイン。え、今日メイン。今日メインヒロミ君と。いや、多分メインですよ。俺らはもうメインですよ。俺らだからなんでつけてきてんの。いらない、いらない、買うんだから。俺とヒロミ君もそのありますよっていうのを。あります、俺らもありますので。ここでちょっとね、最近出過ぎだから。ちょっと最後さ、サムで言う。サムでもエキストラで今日ちょっと今日は盛り上げましょう。いや無理だよ。まあまあ、その流れ。じゃあ今日はだから裏企画であれらしいです。大吾さんに買ってもらおうらしいです。あ、いいんだそれ。どう、マジで金ないじゃん。買ってくれます、買ってもらえると思います。誕生日近いし。俺も誕生日、3日前くらいだったんで。あ、それいいな。誕生日プレゼントで欲しいですって。何円まで買ってくれるか。じゃあまず買ってくれるか。その前そもそも。あ、遅刻だ。遅刻の階段ね。遅いぞ大吾。遅刻した。遅いぞ。マジオで、すいません、よです。もう切り替えやばいぞ。はい、切り替えやばいぞ。めちゃめちゃに切り替えやばいぞ。ちょっと待ってほしいです。ウエスト遅刻です。すいません、遅刻。遅刻は理由聞いて。サポーターズデーの打ち合わせしてた。いやそれ言っときゃなんか視聴者はいいみたいになるけど。髪切ってんじゃん。みんな同じ美容室です。3人とも。3人とも同じ人。うまい。まあ、この3人の髪見てもらえば。こうなる。こうなります。このどれかにはなる。サッカー選手に見えるよ、これ。どっちの意味ですか。どっちの意味ですか。いい意味ですか。柳さんです。はい。柳さん。大丈夫です。一回出てもらったんで、うちのチャンネルは。この人。このサングラス。サッカー選手よりいい。若いな。まあ、若さが。若さが出てます。若さが出てます。いますか。いや、はい。今日は予防です。ママちゃんの買い物に付き合うっていう回なんですけど。あれ、そうですね。急遽2人に。来てもらって。聞いてるのと違くない？名コンビ。聞いてるのと違くない？聞いてるの何だった？え、大吾さんに買ってもらう。今日は。そういう企画じゃないですか？え、西大吾後輩にサングラス。勝手に買えるな。買ってみた。勝手に買えるな。ですね。とりあえず見ましょう。行こう行こう。これ押したらいけるっす。押したらいける。West West。バーは好きそうな匂い。3人に会うの。3人。いや、1人でしょ。いや、僕らもあるんだ。これ、その予防のためにかけてきた。今日買いませんよ。買いませんよ。ね、これ買ってきた。でもガチで、シンさんにさっき俺より顔してダメだよって言われる。そんな風に俺思われてる。そんな風に思われてる俺。いや、もう別に。まあ、お前ら余裕で断るだろ。俺もちろんそれを断る。でも逆に電気走ったらどうすんの。電気その場合一応やはり俺らのあれで、ね、電気走りがちだから。こういうものは、こういうものは危ないっすよ。まあ、まあこれなんか多分馬場さん似合うんじゃない。似合う。俺なんか自分の中で黒縁似合わないんだって最近。そんなことないですか。でも鏡、でも黒ね、ちょっとあガチ美容師黒じゃない。まあ、電気は来てない。サングラスがいい。それとも普通に伊達がいい。あ、伊達じゃなくても。でもちょっと目見えてれば。
目見えないけどこれタチいな。危ないの。これまあそれこそ車にパッと乗ってくる。車で乗ってそう。これちょっとイタチいね。そうだね。もし例えばゴールド。これは何のブランド？これは70年代のイギリスのヒルトンクラシック。ヒルトンクラシックってなんて聞いたことある？これあの小林さんまたちょっとタイプ違うもの。あと宮沢くんも。宮沢くん？広木さんも違う。広木さんもこれ。でこの形はねあのまだ誰もかけてない。誰もいない。誰もいない。あ、聞かれてる。聞かれてるね。おお。あ、でもこれいいかも。似合うね。おあ、静電気で走ったね。ピーって。うん、ちょっとね。いい。ちょっと色入れて悪くしたいね。うん。悪くしたい。で、いや、はい、買ってもらいたいです。大吾さんに。組み合わせによって。俺のが来たら大吾さん。と交渉始めます。僕も欲しいっすよ。お前らなんだろう。可愛らしくなってません、ちょっと。いかつい系がいいってこと？ちょっと誰も近寄ってこれないぐらいだな。だからこれぐらい薄いグレー入れるとか。ああ。え、大吾さんそれなんか。あ、これはフランス40年代。40年代。だからヴィンテージのこういうメガネサングラスって今時計と全く一緒なんですよ。もう全然価値下がんなくてずっと値段上がってて。なるほど。作れないからね。もう。でも俺も欲しいから。全然やめてください。その俺も欲しいとか言われると買われると思ってそういう共存意識もあるから。ちょっとインテーカー出ない黒。うん。よし。いや、こっちから。3つだった。誰も値段を知らないっていう。知らない中で選ぶのいいっすね。やばい。洋服好きだと思うんで、結構いろんなスタイリングに合わせるんだったら1本これあるとすごく運便利ですね。例えばジャケット着てもハマるし。ジャケット？おい何でも走ると思うこの感じ、うん、みんなの感じでなんかいい服屋さんあります？この感じで行くんだったらもう近くのガレージとかじゃない、まあ、ジルサンダーとかもやってるし。ジルサンダー、大吾さんがもらった靴、サンダルっぽい、めちゃめちゃ重い靴俺、この前大吾さんになんかどこのズボンかわかんないですけど白な作業着みたいなズボンもらってどうやって着こなすのって言って、で色向けに何かあげようとしたら色向けこれ誰が着るんだよ。これ大吾さんからもらったやつってやべえみたいな、私やべえみたいな。だってもうなんかとび職な人のみたいな、いろんな道具が出てくるみたいな感じの。うわこれ、これいいんじゃない、ね、これいいんじゃない、形面白い、これこれも80年うわー、俺はそれだね。悪っ、これかっこいいな、持ってたら、めちゃくちゃ悪いわ。これどこですか？これレーバー、これレーバーです、80年代の形はね、これ面白いな。そう、バーのところとサイドに彫金が補填されてるんで、ほぼジョニー・デップっすよね。やってよ、まあ、あんまりジョニー・デップ意識して髪の、いや、違うでしょ。もうあるっす、ジョニー・デップもうあるっす。まあまあ、あんまり言えないっすよ。あんまり言えない、あんまり言えない。こうやって言ったら大吾さん絶対聞いてくるから、言うまで少年の心持ってない、しつこい、しつこいみたいな、やめない。これでも大吾さんもちょっとういや、いいっすね。で、似合うっすよ。似合う、めちゃくちゃ。あんまりかな、俺いい、あんまり似合ってないかな。うわ、かわせない作戦出てる。でもいいの、いかつすぎる。いかついなぁ。いや、いいっすよ、マジで。けど、なんかあんまおかしくないけどね。いや、全然、うん、ね、すげえ。普通よ。ここはこうなってる。なんか面白いね、それ。なんか、形すごい、あれじゃない、昔のドラマに出てる。そう羽の感じとさ、80年代この横から見える目がかっこいい、このさ、これ。あ、目見える、ちょっとさ、これヒロムくんじゃない、これ。いや、ヒロムだな、これヒロムくんじゃない。いや、そんな似合ってなかった。正直じゃあもう、分かった、前が一応似合うから。違う、今こっちって今考えてる、これと80年代のレイバンで出したヴィンテージシリーズっていう。へぇ、すごい、好き、ヴィンテージシリーズ。そう、クリアの予想は。そうなんです、まさに予想25万で、それが本当のヴィンテージになったんですね。そう、30いかないぐらい、30いかないぐらい。お前買わなかったら買う。一番ダメ。確かに、横から目見えるの、うん、確かにいい。いや、かっこよ、下見た感じ、今、うん、ちょっと下見て。いや、遅ない、結構俺最初、あの、もうちょっと見てていいよ。
いや、全然見てない見てないよ。こいつにありますか？ない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 。こいつはですね、こいつはこいつ言うてんの、こいつはね、こいつ呼びです。始まります。こんな一括でいけます？これどうすか？全然いる、全然いる、いる、おい、なんやこれ。よくいる、よくいる。じゃあやめよう。ヒカキンやん、小物って言う。終わった、じゃあ外します。大悟さんのライバルでしょ。大悟さんのライ、大悟さんの何？3万人いった。じゃあ300倍ぐらいか。いや、それは大悟さん100倍ぐらいじゃん。100倍300万人。でもなんかお前目みたいな似合うの、うん、名物だから。誰が名物？似合う、似合うの、似合うは似合う、全然似合う。何なんすかこれ。あー面白い、その縁好き。いや、すごいな、これ。あこれ、あ、それいい、いいけど。何が、え、あと、それ面白い。これがいい、いいんすか、うん、結構来てる。これ、えぐいな。ここまで来てる。決まった。ちょっと、こっちぐらい決まったじゃないんすよ。決まったじゃない。はい、これはね、80年代の同じく。ヴィンテージシリーズ。いや、ほんとね、これはギャッツビーシリーズ。ギャッツビーシリーズ。ギャッツビースタイル3っていう。あんま外したくない感じは。大悟さんよりも。俺、うん、結構来てました。うん、来てた。俺、変わっ。お前どう？キモい。これが良すぎて。どう？こっちの方。うん、こっちの方がいい。これが良すぎて。何言ってた？じゃあ、これが良すぎてて。大人だね。19歳っすよ。3日前19になりました。アンブレプレゼントだ。来た。アンブレプレゼント。あざーす、あざーす。19でこれしか、多分日本に誰もいないと思う。日本に一人っすか？うわー、やばいな。やばい、ちょっと待って、やばい。日本に一人の19歳。これかけてる、唯一の。